ドジャースタジアムに寝泊まりして24時間トレーニング生活を始めていた。これマジ？野球強人。野球基地。ここまで来ると逆に悪影響のがありそう。大谷って自分の体大事にしなさすぎちゃうか？なんやこいつ。ソースツイッターでキャッキャするな。ドジャースタジアム見学に来た客に目撃されてるらしいので、ほんまに住み着いてるんちゃう。努力するのは偉いけど休まなきゃ体が持たんやろ。ここまで来ると心配にな。頭おかしいだろ。被災者を幸せにして球場に監禁されながら食う塩パスタはうまいか？ただの成人やんけ。塩パスタはうまくないだろ。スタジアム内のスイートルームって泊まれるんか？今日本に帰ってきてるじゃん。もう帰ってるらしい。極秘帰国してたって記事が出た日の夜か翌日にサイトベイしてたらしいで。ジャックハンマーやん。マジモンの野球成人やな。打席に立つたびに絶叫してそう。このレベルになると治癒士とかで泣く飲み会がマジで時間の無駄に感じて嫌なんだろうな。誰がデコピンの世話するんだよ。犬を飼うんなら飼い主としての責務を果たせ。デコもここに住んでるやろ。ベンチプレスついでに持ち上げれば大丈夫や。半分ドジャーススタジアムの主やろ。趣味とかないんか。早く開幕してほしそう。ドジャース選手もドン引きしそう。悲しき野球ロボット。イチローもタイガーストイックストイック言われとったけど、大谷はさらにワンランク上いっとるわ。死刑囚化したら反転アンチ増えまくりそうで怖い。メジャー1年目のオープン戦とかやばかったし。野球成人かっこ本物。欲望が全て野球に向いている男怖いわ。マッサージしてあげたい。引退した後どうするんやろな。割と本気でベースボール背負ってるからな。大谷からパワー系のエピソードしか出てこないんだが。ダルビッシュも20代の頃は病的なストイックさだったけど、30過ぎたらうまいものとかも食うようになったり、配信に手を出したりしたし。大谷も大丈夫やろ。ダルは根はヤニカスパチンカスだし、根っこから野球しかしてきてない。谷は野球しか知らんやろ。言うほどモスバーガーやロイホに感激してる大谷みたいか。一生サラダチキン食っててほしいわ。というか大谷は普通にいろんなもの食ってるって一平が言ってたろ。よくハンバーガー食うみたいだし、塩パスタは単に足りないカーボンを補給するためだよ。スタジアムに併設されてるホテルのスイートルームやろ。移動時間面倒やし無駄やから、飯もそこで頼んでトレーニング寝るだけの繰り返しなんやろな。こいつ野球やめたら何して生きていくんや。アンチコメは 100% ってわかりやすいから好きやわ。大谷ハン、野球ってそんなに面白いか？ダルやイチローもストイックやったけど、若い頃は女関係でやらかしたし遊んではいたんよな。大谷はマジで女絡みのスキャンダル一切出てこないし、野球に一途すぎるやろ。スラダン好き言うてたし、漫画は読んでるんちゃうか。なお一番のリラックスタイムはのんびり風呂に浸かりながら野球映像を見るときらしい。研究とかじゃなくて純粋に野球を楽しむのが一番の娯楽だとかなんとか。将棋の休憩で詰将棋する藤井聡太と同じやんけ。こいつマジで生き急いでるよな。二刀流の寿命の短さを悟ってそうだわ。